ルカの卒業公演、いきなりですがいなかったってけど見に行ってたよ。ルカの卒業公演、はい、黄色のドレスがとっても似合ってました。可愛かった。ね、卒業生の皆さんが MC をするというめちゃめちゃ面白かった。ね、可愛かったよね。その卒業生の皆さんの MC が面白すぎてずっと後ろで笑ってました。めっちゃ面白かった。初めてなのかな。みことさんずっと後ろであの曲弾けてました。私今日あのちょっと途中から入ってきたんですけど、そのバンテリンドームにちょっと取材にも行っていたのでちょっと遅れて、少し遅れて入ったんですけれども、あ、体健やかちゃん、そう、そう、先輩方と同じ関係者席で見てたんだって。そう、見てたの。後ろで立って見てましたよ。扉の横で見てた。気づかなかったでしょう。気づかなくていいんです。主役を見ていればいいんです。皆さんはね、今夜も1個目だって久しぶりに聞いてめちゃめちゃ懐かしいってなってた。バンテリン行ってたんだって言ってました。言ってましたよ。ね、1個目だよね。懐かしいよね。あ、今トースポ読んでました。だってありがとう、トースポ読んでくれてとても嬉しいです。日高穂も言ってたみたいだよってね、ツイッター見て思った。あ、 X か。そう、見つけられなかったな。ああ、ググタスを知らない世代もいるのかな。いるよ、絶対絶対いるよ。懐けば難しいけど予想参考してて、お互い的中よ、参考にしてて、あ、参考にしてお互い的中目指そうね。だってありがとう。みことさん毎日 MC やってるんじゃないか、笑うくらい面白かった。めっちゃ面白かったよね。本当に本当面白かった。ググタスってググタスが懐かしすぎてやばいね。ググタスやってたな。だって骨折した時ググタスだったもん私。まだそうだよね。やばくない？ググタスのはあったね。懐かしすぎる。ね。
アメブロ、アメブロもあるもんね。アメブロ今もあるよ。わあ。メンバーがツイッターやってたっけ？ツイッターやってなかったもん。ツイッター遅れてやったしね、私。何歳からツイッターできるとかじゃなかった？あれなんだっけ？なんだったっけ？今日私ちょっと遅れてツイッター始めた気がする。なんか最初ツイッターもなんか制限あったよね。このここまでのメンバーはできるけど、ここまでのメンバーはまだできないみたいな。あれなかった？今日私ツイッター遅くに始めた思い出ある。年齢とかやったかなって。だよね、なんかあったよね、思い出的に。そう、ごちゃはやってたね。研究生は個別ではやってないもんね。違うのよ、研究生ツイッターももはやなかったよね、その当時。高校卒業後のメンバーじゃないとダメな時代もありました。それだ、それだよ、それだから高校卒業するまで X っていうかツイッターができなかったんですよ。だから高校卒業したと同時にやっとツイッターができるって言ってやったんだよね。そっか、ググタスは500コメって決まってるから500コメまでに入らないとコメントできないんだ。あ、そうなんだ。じゃあコメントの戦争だったんだね。もう争奪戦だったんだ。755とかもあるよね。755なんか、けど755はまだあるもんね。今でも YouTube メンバーやってるよ、だって。755くまちゃんすぐに辞めちゃったねって。本当だよね。へへへ。スターマン会いたかったなーって。試合は見てましたよ、ずっと。スレッズは始める予定はないのって。スレッズがどういう使い方をすればいいか未だにわからないのでまだやってないです。ベイスターズファンの皆さん、あ、ファンですだって。明日は、明日こそはドラゴンズ勝利を応援し、今日はちょっとホームランをね。明日は松葉投手ですからね。松葉投手頑張っていただいて応援しております。じゃあ、前乗り、あの、なんていうの、前祝いみたいな、前ドラホ、前祝いドラホ、ドラホ、明日こそドラホって言わせてください、お願いします。はい、もうとにかく応援です。落ち込んでなんかいられない、応援です。
インスタのストーリーやるかちゃんのツッコミ待ちなのだって。えひ、わかった？気づいてくれた？やっぱちょっとね、ルカという言えばっていうことで、はい、ストーリーあげました。ストーリー見てください。見てない人は気づいてくれたら、はい、嬉しいです。見てないけど多分斜めなんだろうと予想できる。正解。くまちゃんオーマイナスだからねって。オーマイナスなのね。4人になってしまいました。寂しい。今日なんかおしちゃんの手紙を聞いてて、ルカがラジオでなんか一番の思い出はみたいな答えにすぐに10周年ライブっていう答えを出してくれたらしくて、なんかそれをおしちゃんが手紙に書いてたんだけど、それ聞いてちょっとうるっと来てしまいました。嬉しいなってね。明日は競馬的中&ドラフォーで行きましょう。いいですね。明日は絶対いい日にしましょうね。え、嬉しいよね。ごめん、いろんな話をぐちゃぐちゃにしてる。ルカちゃんの鎌田さんへの当たりが厳しくて面白いって、それも大好きだったな。そうそうそう、テントウムシタクシーで見つけたから明日は勝って的中でもするよって。明日はハタゴンだもんねって言って。そうなんだよね、明日ついにハタゴン。本当になんかさ、美晴からさ、ルカにハタゴンとさ、卒業公演がトントントンと続いてるから、なんかすごい悲しくなってくる。寂しいなって、なんか本当に卒業なのかなっていうね。寂しいよね。ロッキーは二十何人もいたからね最初。いや、そうだね、3人ともね、卒業後もね、皆さんが、なんだろう、皆さんも見れる活動をしてくれるので、それは嬉しいよね。それはめちゃめちゃ嬉しいよね。ちまちゃんも麻雀、プロ麻雀だから、そこでも活躍を見れるし、ルカも役者としての活躍楽しみにしてるし、そうそうそう、あとはハタゴンもね、女優さんで活躍を祈ってるし、だからどこかで会えるかもしれないっていう、どこかで活躍を見ていられるっていうのはすごく嬉しいよね。ね、そうだよね。ファンとしてはお芝居を続けているのを応援できるから嬉しいよね。ね、ファンクラブとかもあるもんね。ファンクラブあるから活躍が見れるもんね、より一層。
何かで共演できたらいいねって。確かにそうだよね。それこそ私も演技のお仕事とかやりたいから、いつかご一緒できたらいいなっていう。くまちゃんのファンクラブも欲しいなって。じゃあいつか私がファンクラブってなったらぜひ入ってください。入ってくれるの嬉しい、ありがとう。入るよって、ぜひ入ってくださいね皆さん。一生ついてくだって嬉しい、ありがとう。考えたくなーいって。うん、 SKE での目標を叶えてほしいなーって。ねえ、早く叶えたいよ本当は。叶えられたらいいんだけどね。みんなで叶えようだって、ありがとう。ちゃんついていきます、ありがとう。叶うように応援しますだって、ありがとう。ありがとうみんな、頑張るよ。努力は必ず報われるだって。明日の公演は DMM で見ますねだって、ぜひ見てください。お、MBITI の診断の話したかったけど時間ないね。忘れてた。
忘れてた。でもう時間あと3分だって。絶対無理だよ。短くない？あっという間だしさ。っていうかもう本当にさ、日付感覚なくてさ、昨日もショールームしてたんだよね私。昨日もしてたんだよねだから昨日だっていう感じがしないんだけど。やばいね、毎日会ってるじゃん私たち。みんなも調べといて、今度話す時のために。あ、調べた？お、調べてるわ。みんないいね。じゃあ今度のショールームのテーマは MBTI 合ってる？これ、次のテーマこれね。じゃあショールーム、みんな覚えといてね、私忘れちゃうから違う話をしたくなっちゃって話してると思うけど、この話するっていう話をしてたよみたいな話覚えといてぜひ宿題ですね。絶対忘れてそうで。あっという間じゃない？ちょっともう20分ぐらい経ったってこと？早くない？ねえ、では皆さん今日もお疲れ様でした。また明日ね、公演見てね。おやすみなさい。インスタあるよって言われたけど私も眠いので、おやすみなさい。また明日。バイバイ。切れるまで。おやすみ。バイバーイ。